やべえ、早く繋がるんだ。怪物かいやつは。おい、何なんだ。おい、強盗の現行犯で逮捕する。やめんか、俺は違うぞ。やめろっつうのに。おとなしくしないと公務執行妨害だぞ。待てRaindrops keep falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done.Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. So young and you're so old, yes my darling, I've been trained. I don't care just what they say, cause whatever I will pay, you and I will be as free as the birds up in the trees. Oh, please stay by me, Diana.何すんのよ。マキ、タバコはよせって言ったろ。どうしてよケンジ、あんたには関係ないっしょ。何とんがってんだよ。そんなことよかよ、今夜もな。ふん、なんか勘違いしてんじゃない。私は同じ男と二度寝るほど男に不自由してないの。おいおい、待てよ。なんで嫌いじゃねえくせによ。あっち行ってください。とかくメダカは群れたがるか。参ったなあ、すっからかんか。はあ、しゃあない、夕暮れ族しか手がないか。決めたっと。おじさん、あたし買ってくれない？ねえおじさん、おじさん独り者なんでしょでしょ。これを見たらわかるわ。ねえ、安くしといてあげるからさ。このクソったらー、未成年誘拐犯、誰か警察呼んでー。あっ、結局はやる気なんじゃないさ。そんなにがっつかなくたってやらせてやるわよ。それ。おじさんデカなの？黙って、さっさと寝ろ。大変だ。やばいの引っ掛けちゃった。Raindrops keep falling on my head, and just like the guy who's made a too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just didn't need some talking to the sun, and I said I didn't like the rain. 不良にしちゃ朝が早いんだな、え？おじさん、結構洒落た曲持ってんのね。おじさんってことはねえだろ。俺はまだそんな年じゃねえぞ。おじさん。ねえ、昨日はどうして報道しなかったの？管轄がな、違うんだよ。じゃあ、どうしてここへ連れてきたのよ。ほっときゃ他の男に同じことを言っただろうが、お前。本当かな？ねえ、本当に下心なかった？それデカだから？それとも、おじんの格好つけ？ねえ、どうしてよ。ああ、おじんおじんとうるせえやつだな。おめえみたいなメダカ、抱いてもしょうがねえだろう。あたしがメダカだって言うの？ふざけないでよ！お仕事だ。鍵は管理人に渡しとけよ。おっと、そうだ。おい、これでな。ああ、きしゃーって何あいつ、無理しちゃって。昨日から我が社の電話はだな、市民の苦情で鳴りっぱなしだ。非番の時くらい問題を起こさんわけにはいかんのか。いや、それにつきましては、事件現場の近くに居合わせた本官がいち早く現場に駆けつけたという次第でありまして、そんなことは分かってる。問題はサラ金強盗を取り逃がした上に、なぜ警察官5名に重傷を負わせ、キャデラックを1台お釈迦にせにゃならんのかということだ。それはいや、ちょっとした誤解でありますからして、ね。とにかくだ。マスコミがお前に合わせろとうるさく言ってきてる。ほとぼりが冷めるまで自宅で謹慎していろ。いな！あ、辰巳先輩。先週お貸しした300円なんですが。白川、おめえ財閥の息子のくせに、細けえやつだな。あんまり小さいこと言ってると、俺みたいに優秀なデカにはこれはなれんぞ。それとこれとは別ですから、先輩。ああ、わかったわかった。とにかく、俺は謹慎中の身なんだ。財布の中身も謹慎中なもんでね。なむちゃな。Oro. Kokoだよな。ピッカピッカだな、こりゃ。私はメダカじゃないぞ。私だってこれくらいのことはできるんだぞ。偉いだろ。あいつ余計なことをしやがって。こりゃ任意出頭中のヤー様の車ってところだろうな。俺、ちゃんと消したぞ。はい、確かに。あ、なんだ。領収書です。んなもんがいるかよ、俺に。おじーん！あの野郎。ちょっとしたな、知り合いだ。おめえなんだってこんなとこまで、のこのこやってきやがったんだよ。なんだってことないっしょ。おじんとしては、掃除洗濯に手料理のお礼をしたんじゃないかなと思って来てやったんじゃないさ。バカ、いらんことを言うんじゃ。掃除洗濯に手料理。ちょっとした知り合いね。わかったわかった。晩飯をご馳走してやるから、早く乗れ。はい。これおじんの車だったの。バカ！俺がそんな品のねえ車に乗るかよ。そりゃな、こいつんだよ。僕の下品な車なんかじゃなくて、辰巳先輩のエレガントな車でお嬢さんをお連れしたらいかがですか？これ事故車を展示してたんじゃないの？あら、うるせえ！俺のマシンはな、ちょっとエンジントラブル中なんだよ。運転席の床が抜けたってのもエンジントラブルって言うんですかね？平川。晩飯ごちそうしてくれるってここのことなの？おい、何やってるんだ。おい、珍しいねえ。たっちゃんのこれかい？バカ、そんなんじゃねえよ。俺はいつものな、こいつにはホルモン定食だ。ホルモン定食？冗談じゃないわよ。16のおためにそんな下品なもん食べろっての？ここのホルモン定食は世界一なんだ。一度食べてごらんよ。そうだぞ。ここのホルモンはな、まだ動いてそうな豚の心臓やら腸をこうブツブツとぶった切ってだな。おええいよ、わしいつもの。ん？何？チューハイ。焼酎で作るハイボールってとこかな。焼酎だって。おー、やだ。ああ、親父、もう一杯だ。俺はちょっとしょんべんしてくるわな。入れた分はちゃんと出さないとね。しょんべんダサいな、もう。おじんと一緒に、私帰る。どうして？どうしてでもいい。もう帰る。君はまだ先輩のことをよく分かってないんだな。先輩はね、このチューハイみたいな人なんだよ。そりゃ確かにチューハイって言えば見栄えも悪いし印象も悪い。単純に焼酎を炭酸で割っただけなんだから。こうやってレモンを入れてなんとか体裁を良くしようとはしてるけどね。とにかく一度飲んでごらんよ。そうすればよくわかるから。ほら、マキちゃん。さあ。どう？うん。まずくはない。うん。勝つぞー！実家に子供がいるそうです。子供？階段はダメです。煙がひどくて使えません。それにはしご車も10階まではとても。火が回ったぞ。おじい。あ、見ろ、屋上に人がいるぞ。ダメだ、もうビル全体に火が回ってる。心配いらねえぞ。すぐにママのところに返してやるからな。よし。よし。飛んだ。バカな。7メートル以上はあるぞ。ああ、届かねえ。よし。年取ったな。私がおじんのレモンになってあげる。Johnny boy, take it slow. Don't you know? Don't you know? She may kiss you like I do. She may hold you like I do. But you'll never, you'll never, never. She will never, never love you like I do.ちょっとちょっと待ってよ。よっしゃ。もうダメ。何が年よ。おじんのパワーにはとってもついていけないわ。ああ。マキ、ねえねえ、見たわよ、新聞。ほら、火事のあれ。あそこででんぐり返ってるマッポさんでしょ。でも本当なの？あの様子からはちょっと想像つかないけどな。そうよね。ちょっと信じられない感じ。あのくらいになると見かけじゃないの。やるときはビシッとやんだから、ビシッと。こりゃダメだ。どっぷり惚れ込んじゃってまー。この野郎。マキー、来ないんならな、置いていくぞ。今行くー。これからボクシングジム行くんだけど来ない？彼のビシッての見せてあげるからさ。立つじゃねえか。いや、皆さん、ちょうどいい。いきなりで悪いけど、ちょっとスパーリングの相手頼まれてくれねえか。スパーリング？ああ、えらく有望なのが入ってな。そのデビュー戦が来週だっていうのに、ここには練習生ばっかでまともに相手できんのがいねえんだよ。ああ、俺でいいんなら、構わねえけどよ。ありがてえ。お前なら言うことなしだ。わあ、スパーリングって試合でしょ。年始ちょっと生意気なんだが、かなりのもんなんだ。一つお手柔らかに頼むぜ。よく見ててよ。ビシッビシッだからね。年始、分かってるな。本番のつもりでいけ。この老いぼれが。どうした？まるでサンドバッグじゃねえかよ。バカ！何やってんだよ。ビシッビシッでしょ。ここまでだぞおっさん。あっちゃー。もう何よ、もうちょっとなんとかならないの？そりゃあ私はおじいにとってメダカかもしれないわよ。でもね、メダカにだってプライドってもんがあったから。もう聞いてんの？おっさん、もう若いスケを連れて歩ける年じゃねえんだよ。で、あのメダカちゃんはああいう状態なわけ。うん、まあな。たくもう。なんだ、さっきのロートルじゃねえか。何すんのよ。あんなおっさんもうどうだっていいだろうが。付き合えよ。こっちの方が面白いぜ。うっさいわね。イカれてるぜこのアマ。たっつぁん、俺ジムのおやじさん呼んでくるよ。おじおいぼれがまたぶちのめされてえのかよ。うん、おじい、懲りねえ野郎だ。こいつさっきと動きが。マスターすまん。この通りだ。いや、いいんすよ。このボケが、てめえらクラスが10人かかったって、あの男はびくともせんわ。さっきお前に負けたのはな、それがやるべき仕事だってからだ。スパーリングパートナーの役目は相手に自信をつけさせることなんだ。達はそういう男なんだよ。マキ、行くぞ。じゃあね。年じゃねえな。今日はロマンチックに決まりそう。マキ、消えるぞ。まだいいよ。よかねえの。おめえみたいなメダカがいつまでもうろついてる時間じゃねえの。まったくメダカメダカって。私はれっきとした女なんだから。なんだ知って。ああ、おいおいおい、バカ言ってるんじゃねえよ。してくんなきゃ帰らない。よし。おじい。やだ。マジなんだもん。でも。なめるんじゃねえぜ。バラ3本。1200円ね。はい。バイダリ。予算も少ないし。ま、いっか。マキさん、こんちは。まったく人権蹂躙だぜ。これからはよく調べてから逮捕するんだな。あばよ。あの野郎。よし、行くぜ。そう。釈放だと？おいおい、それは一体どういうことなんだい？いや、先輩の証言で暴走族ブラックホールの頭の武田博士を捕まえたんですけどね。証拠不十分だってそう言うんですよ。な、バカな。現に俺はこの目ではっきり見たんだ。口から出まかせなんかじゃねえぞ。わかってますよ。ですが、弁護士が言うには夜中の、しかも暗がりの中で。おい、何が言いてんだよ。とっさに犯人の顔なんか見分けられるはずがないと。あ、いやいや、僕が言ったんじゃないですよ。弁護士がそう言うんですよ。それから、ブラックホールの頭の武田には動機がないんです。先輩、本当に心当たりないんですか？ああ、あの時初めて見る顔だったな。だけど俺が見たのはその武田っていうのに間違いねえぞ。でもね、先輩、武田博士にはがっちりしたアリバイがあるんですよ。はっ、アリバイなんていうものはな、後で口裏合わせりゃ、俺なんとでもなるだろうが。そうよ、そんなバカな話ってないよ。私だってあいつの顔はっきり見たんだから。警察ってとこは、刑事よかそんなチンピラの方を信じてんの？避けた話。マキー、わかりもしねえのに部外者がごちゃごちゃと横から口を出すんじゃねえ。だってはっ、黙ってやろうっていうのがわからねえのか。あ、黙きったー。俺だってな、頭に来てるんだぞ。さすがの俺もよ、デカやったのは初めてだからよ少々ビビったぜ。それにしても生きてやがるとは、まったくタクな野郎だぜ。ん？彼女ぽい格好してんじゃねえか。何？奴らのたまり場へ入っていったって言うんだな。ええ。派手な格好してたけど、あれはマキちゃんに間違いないですね。あのバカが、マキの奴一体何を考えてやがるんだ。ああ、先輩！今動いたら傷口が開いちゃいますよ！先輩！うるせえ！それどころじゃねえんだ！先輩！先輩！ああ！おらおら、何やってんだよ。さっさと服を脱げよ。私さ、あんたみたいな人タイプなんだよね。でもさ、木曜の夜11時頃、原宿のサテンで熱々なとこ見ちゃったんだ。一緒にいたあの人、誰よ。すんごくやけんだな。木曜日？人違いだぜ。原宿なんかにいるわけねえだろ。そん時は俺、新宿の公園でよ。おっと。やべやべ。その先はちょっと言えねえや。待てよ。確かあの時、デカには連れのスケがいたな。思い出した！てめえ、あの時のやっぱりあんたがおじんを刺したのね。私のこと知ってんのが何よりの証拠よ。くそー！この甘い！痛っ！痛っ！するやーマキ。どけどけどいてくれー。うまくアリバイを崩したまではよかったが、こうなることはまるっきり考えなかったのかよ。賢いようでも女はこれだ。死ぬ間際の痙攣ってのがまた最高だって言うじゃねえか。こいつは楽しみだぜ。メイドの土産に聞かせてやるぜ。サラキン強盗も俺たちブラックホールの仕業さ。それでおちんを。そうよ、あのゴリラ野郎俺たちを散々痛めつけてくれたからな。俺たちに逆らうと高くつくってことよ。おちんマキ。この腐れけ動画てめえふざけた真似しやがって。先輩おじまだわからねえのか。こういうことはな、警察に任しときゃいいんだ。メダカが変な真似するな。だって私おちんのためにひどいよ。いいんですか。ああ、ほっとくさ。誰があんなやつ。Things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free, nothing's worrying me. 俺は西新宿署の辰巳五郎、人呼んでスーパー中年デカ。ああ、中年だけは余計だがね、バリバリの刑事だ。さて次の話だが、俺が牧と白川を連れてスキー場へと出かけた時のことだ。夕暮れのゲレンデでふとしたことで知り合った若い女と吹雪を避けるために転がり込んだ山小屋、そこから始まった小さなラブロマンスだった。いやいや、いい女だったよ。後で分かったんだが、あの女実は売れっ子の歌手だったんだと。たまげたもんだね、本当に。数日後、新宿に戻った俺を待っていたのは売春婦とヤクザのゴタゴタだった。そしてスキー場の女との再会。マキはマキで、俺と売春婦の中誤解してむくれちまうし、話はもうめちゃめちゃだわ。けどよ、俺の怪力は伊達じゃねえ。みんなまとめて面倒見てやるから、どんと来やがれ。次もビシッと決めるぜ。